はい、どうも、うみです。本日は、セーブミーというゲームをやっていこうと思います。はい、このゲームはですね、なんかいろいろ絶体絶命な危機の、に遭遇している人のね、お話を見ていくゲームなんですけども、もうタイトル画面もね、絶体絶命の危機ですね、これ。下の人の方が体でかいのに、上の人の方が細身だよね。もうちょっと大丈夫かなって感じなんですけど、まあ、とりあえずやっていきましょう。スタート。はい。なんか、いきなりやばそうですね。あなたはデスゲームの参加者。彼女を救うためには赤か青、どちらかのボタンを押さなくてはならない。どっちを押す？うわー、最悪の選択肢を委ねないでください。どっち？あ、これ、待ってね。あ、いや、違うか。青い方も赤い方も両方頭になんかつながってるから。あー、私赤か青。青行こう。あのモザイクかけますね、もちろんちょっとやばいですね、このゲーム。刺激が強めでした。うわ、やっば、こういうやつか。なんか昔にもなんかちょこっとやったことあるけど、結構グロめのゲームですね、これ。じゃあ彼女を救います。私は赤で、赤だと救われるんですよね。あー、よかった、助かった。黒かったよ、めちゃくちゃに。この後イチャイチャしながら二人で脱出したやべえ、もうさっきとんでもない選択してしまった時ね、ぐちゃぐちゃに頭ぶっ飛んじゃったよちょっとそんなのんきなことしなさんな、イチャイチャしながら。もうね、まあよかったけども、はい。うわー、怖いな、このゲーム。ちょっと怖いよ。チェーンソーで襲われる直前、鉄パイプと切れたケーブル、どちらで身を守ればいい？なんかね、イカサマゲームしてそうな女の子がいますよ。ちょっと待って、問題なんだっけ。あ、これ問題読み返せないやつ。あ、こっから戻ろう。はいはいはい。鉄パイプと切れたケーブル、あ、どちらで身を守ればいい。鉄パイプと切れたケーブル、待って、絶対ね、鉄パイプは不正解だと思うんですよ。ちょっと見てみていい？あ、もう多分モザイクかかりそうだけど、はいはいこれマジで全部さ、モザイクかけなきゃいけないレベルちょっとやばいので、ちょっと皆さんすいませんけど、うん、ちょっとね、これは危ない、これは危ない怖いからね、一応モザイクかけます。切れたケーブルだね。これでビリビリするんじゃない、相手を。あ、あー、そういう感じか。あ、女の子をビリビリではなくて、チェーンソーをこれでダメにしたってわけね。チェーンソーがショートして動かなくなった、ラッキー。あ、この女の子は傷つけずにね、チェーンソーを使い物にしなくするという、あ、優しいね、やり方がすごい優しい。あ、でもこれでね、チェーンソーがなければこの女の子もただの女なんでね。はい、次へ進む。なんでこんな状況になってたんだろう。踏切で女性が気絶している、ドアを壊す、車を押す。待って、なんかさ、これ怖いんだけど、なんかこんな似たようなのあったって。押す、押すか、これ押せばいいの？はい。あ、あー、よかった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 。スケーター、スケーター。もうちょっとこれさ、うん、怖いから、見なくてもいい。どうせモザイク入りそうだから、マッチョに不可能はない。マッチョドアぶっ壊したからね、ボーンって。いや、よかったよかった。いや、でもちょっとごめん。ちょっと気になるから、やっぱ見てみていい？うん。ちょっと私気になる。車を押す。押すの場合はどこ押せばいいの？こっち？車を押す。あー、でも、あ、でも、思ったよりは大丈夫だった。いや、大丈夫じゃない。全然大丈夫じゃないんだけど、うん。ちょっと私が想像してたのもっとやばかったから。はい、あ、潰れちゃったわけね。じゃあ、崩落。はい、崩落。災害の影響で建物が崩壊しそうだ。逃げようとしたら女性が瓦礫の下敷きになっている。鉄パイプと鉄骨。どっちを使って助ければいい？鉄パイプと鉄骨。鉄骨、鉄パイプ、どっち？鉄骨だと思うけど、鉄パイプで見てみよう。あ、鉄パイプで合ってたんだ。危な。危機一髪だったね。マジでスレスレだった。なんとか間に合った。うわー、よかった。うん、いい友情。これね、見捨てずにね、助けるという最後まで。じゃあ私はね、失敗パターンも見たいんで、ちょっと興味があるのでね。これは、あ、そっか、重いか。さすがに重いね。鉄パイプの方が軽いのか。ごめん、全然私理解できてなかった。
天気がいいので子供が庭で遊びたいと言ってきた。サッカーとバスケどっちで遊ばせる？怖いって。子供にそういうの絶対やめてね。サッカーとバスケ、どっちでもよくない？バスケ、サッカー、サッカー持ってるからサッカーする。ダメ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 なんです。でもよかった、血は飛び出なくて、うん、よかったよかった。うわー怖い。そっかそっか、そうだよね。ごめん、私考えれば分かったことじゃん。じゃあバスケしましょう。バスケでお遊びしましょう。大丈夫？ああ、よかった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 。奥に車は来てたけど、ね、外に飛び出す心配はなかったね。うわー怖っ。うちの子天才親バカだった。でもさっきは惹かれる寸前見てなかったからね、このお母さん、ね、ちゃんと子供から目をね離すことは絶対ダメですよ。殺人鬼に追われている、生き残れるのはどっち？あ、これだ、これこれ、私が昔にね見たことあるっていう、なんかね見覚えのあるゲーム。あ、これだ、これと同じ制作者さんだったのかな。まあまだちょっと時間早いんで、まあ復習がてら、まあ5問しかやってないのか、まだ、まあ、やっていきましょう。これもねちょっとまだ見たことない方がねいるかもしれないんですけど、結構グロいのでね気をつけてください。これどっちを助けるみたいな、どっちだったっけ。こっちが速いから、足がてか靴がスニーカーだからで、あーって感じだねうー、見せられないようで、ちゃんと隠してくれたけど、女の子の腕が。ヒールを履いていなければ生き残れたかもしれない、うん、そうね、ヒールでもしょうがないよね、その時の格好とか選べないからね、うん、急に殺人鬼に襲われるね、そんな事前に分かることじゃないからね。次へ進む。命を落とす寸前だ、どこに避けるべき。はい、こんなのやったことあるっけ。どこに逃げるべき、どこ、外、はい、はい、なんかひょんぼりしたんだけど、ひょんぼりしちゃった、大丈夫？なんとか避けることができた。危機一髪ですね、すごい、かっこいいよこの女の子、最後まで諦めずに。これどうなっちゃうの、ちょっとこれの記憶があんまりないから、ここら辺押せばいいのかな。あれ避けれちゃう、どこしても避けれちゃうのかなまあいいか、もう避けれたからね、わざわざそんなグロいところ見なくていいね、ごめんなさい、私の好奇心が。このあと悲惨な運命に遭うのはどっち。あー、これはね、私ここサムネにした記憶があるんですけど、悲惨な目に遭うのは左の子供ではなかった気がする。悲惨な目に遭う方を選ぶのか、だからこっちだ、悲惨な目に遭うのは。そうだそうだそうだ、危ない、ダメ、こんなの映せない。目の前で彼女を失ってしまった彼には一生もののトラウマが、そりゃそうよ、子供にとってもトラウマだし、もうね、車はどこに行った、引き逃げしたのかな、うわ恐ろしい恐ろしい。はい、この後悲惨な運命に、これだ、ここな、さっきも線路の問題あったじゃん、この問題がめちゃくちゃグロかったんだよ確か。だから悲惨な目に遭うのは女の子だから、これもうモザイクちょっとかけますね、もちろんなんでずっとかけてるだろうけど、こっちだったっけ。うっしょい、怖い、普通にちょっとゾワッとする。それでも彼を愛していた、あ、そっか、別れ話、どこで別れ話しとんねん、そんなとこで別れ話すなめっちゃ踏切にまたいで別れ話してるじゃんこの二人、場所考えよう、もっと別れ話するなら。不気味な病室あなたはどうする。不気味な病室あなたはどうする、ここをめくる、死んじゃった誰ですか、何ですか、これはあれか、逃げ出すのか、この隙間から、はい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 、あー誰もいない、さっきいたけどミスった方だといたけどね、なんか変なぐちゃぐちゃの人が、触らぬ髪にたたりなし、あーそうね、もう気にしないというか、もう自分からねそんな危険をねに触れていかない方がいいんだね。気が狂った人に追われている、押し入れとタンスどっちに隠れる。これは持ち右なんですけど、ちょっと押し入れに隠れてみよう。あいやいやいや
やいやいやい、気が狂ってるよ、そんなことするなんて。本当にタンス絶対こういうとこ見ていきそうだけどね。ここは検査しない。あ、服出てる、大丈夫。あー、バレなかった。服出てたのに意外とポンコツでよかった。押し入れには大きな穴が開いていた。うん、大きな穴開いてたけど、まあそこでバレるのはわかるけど、これも絶対バレるでしょうよかったけど、ポンコツメガネくんで。はい、どちらか片方しか救えないとしたら、あなたはどっちを助けた。あー、こんなのもあったな。どっちだっけ、どっちが正解なんだっけこれ。うわ、ちょっとあんま覚えてないけど、右の女の子を助ける。え、不正解。どっち、なんでなんで右の女の子を助けたら不正解なのかわかんないけど、じゃあこっち、はい。なんか右の子の方が悪いことしてた。うぜえ顔してたな男。なんで正解なの正解の理由を教えてください。とはいえこの問題に正解はない、命は皆平等なのだから。なんか急に深いこと言ってくるじゃん、なんかびっくりしたそっか、まあどっちかに正解、このね問題にしたからね、どっちかを正解にしたけど、まあ本当本来なら両方どっちもねにも正解はないっていう。うわー、そうね、平等だもんね。どっちかがなんかめっちゃ悪いことしてたからそっち。まあ難しい問題、めちゃ深い。